ピック発明と実は昔こんな曲を作ったりしてましたということで今日はなんとなく披露しちゃいただいたと思います。3年前のリアルシットを聴いてください。初恋とはなんぞや豆腐ビーツリミックス。そうレアトラック青森とインターはエビナ君の唇が震わす空気5年の振動ブラスケ中に5年の辛抱結果は答えを探してます地球に。いつか笑ってさいつか笑い話になったりさそんな陽気な君が気を使うとタバコの先に冷やす感想。初恋とはなんぞや舞台は都内某所の幼稚園どちらが用意してとわけでもなく何かの表紙でとわけでもなくただ単純にそばにいたいと思っただけでそれ以外ないよ。それが今でもなんとおしっこうんこちこばっこつまりパブリック娘なんかでトラップやっててマジでちょうどせと思われたらやっぱりショックどっかでカッコをつけたい僕このラップソングラブソング色を濃いくよりは甘いと思うよ。初恋とはなんぞや教えてくれよパブリックネスね。初恋とはなんぞや教えてくれよパブリックネスね。初恋とはなんぞや教えてくれよパブリックネスね。初恋とはなんぞや教えてくれよ。初恋って言われてもあまり記憶にないからピンとこない。恥じらいもないしお話ししたからいいとちょうだい。思い出せるのは詳細な限りいけない理由顔が可愛いただし成人式参加して学校にしたのは言うまでもないな。それも H ペースで片思いしたが印象深い今日はいな。でも2年に日曜の夜そうだよね。ああ私らの前パスはどうじゃなくて俺はあの時の女の父の感覚を覚えてるのかな。初恋とは何ぞや初恋とは何ぞや Yeah yeah 初恋とは何ぞや初恋とは何ぞや Oh oh 初恋とは何ぞや初恋とは何ぞや Yeah yeah 初恋とは何ぞや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 教えてくれよ何ぞやだろう。初恋とは何ぞや教えてくれよ初恋とはなんぞや教えてくれよ初恋大好き初恋とはなんぞや教えてくれよトークビー最近のパブリック娘3回見たことないねトークビーパブリック娘ありがとう。まあ今日はそんなわけでスペシャルなコラボもまだまだありますので1時間セットまだまだこれから楽しんでいってちょうだい。終電が早いって言うんでこの曲最初にちょろっとだけやっちゃおうかなと思ってます。じゃあ聴いてください。